はい、猫肉球タメです。皆さんこんにちは。今今日走るところはですね、皆さんのご存知の通りアニメで、まあ、人気な忍たま乱太郎ですね。その忍たま乱太郎の生みの親であります漫画家の天子宗兵衛さん、天子宗兵衛さんも尼崎出身ということで、その忍たま乱太郎のキャラクターの名前で尼崎市の地名が結構あるっていうことで、まあ私の家の近くから、まあ近いところだけピックアップしてね、まあとりあえず忍たま乱太郎の、ゆかりの地という尼崎市でですね、それの地名巡りをしたいと思います。主役となります忍たま乱太郎の、メインとなりますキャラクターで稲寺乱太郎っていてますね。まあ、アニメの世界ではいてますね。アニメの中ではね、それの、稲寺を、訪れるために、まあ心当たりって言ったらあれなんですけど、稲寺廃寺跡ですね、まずはそこ行きたいと思います。まあ自分の家から近いのでね、まずはそこから、まあ主役となるキャラクターも、はい、主役となりますキャラクターが一番近いですね。稲川です。稲川の左岸土手をねずーっと行ってるわけなんですけども、まあここはもう北見市から尼崎に入ったところですかね。はい、稲寺廃寺跡、お寺の跡地、跡ですね。ここかな。ここの森っぽいんだけれども、万葉の森、なんて読むかなこれ、再生プロジェクト実施中。ここですね、稲野神社になってるよ。ここ民です。こんにちは、民です。今、稲寺乱太郎の、ゆかりの地であります、キャラクターの地名ですね。キャラクター名が地名となっておりまして、まあ主人公主役となる乱太郎の、ゆかりの地として、北見廃寺
後ということで、今到着しました。稲野神社になってるんですけどね、スサノオミコト、ん？そうやな、第五次発痛みに移るやから、ここが稲野神社とで、こちらやな。あ、こちら、稲寺拝寺、法隆寺様式の古代寺院があったことが分かっている。万葉の森砂漠が丘再生プロジェクト、はい、私の生まれた町であります伊丹市の稲野神社にお渡しを、お渡りしたということですね。でこちらは稲寺拝寺ということですね。まあなんとなく分かってたことなんですけど、横が法円寺さんだね。うん。稲野神社。ここは神輿かな、出汁が置いてあるんですよね。ここね、神輿か出汁。稲寺拝寺跡、伽藍拝寺、法隆寺式、溶解石で作られている。これですか。でっかいね。人が寝れるほどの大きさがありますね。はい。これ後でどんどん焼けするところかな。摂津国稲寺拝寺であるで、ここは稲野神社となったということです。はい。それでは次行ってみますね。